新年明けましておめでとうございます、受験情報チャンネルのブラック先生です、今日は1月の5日ですね、今日から仕事始めという方も多いんじゃないのかなと思っています。で、見慣れない画面だと思うんですけれども、このお正月年末年始のお休みにですね、実は東工大の、学生さん、院生ですね、大学院に通っている、方といろいろお話をする機会がありまして、で、もうちょっと動画、シンプルに、テーマをしっかりまとめて、あんまり長くならないようにしっかり作った方が、皆さん喜んでくれるんじゃないのというお話をいただきました。で、私なりに考えてですね、今まで使っていたホワイトボードではなくて、今ご覧いただいているマインドマップというソフトを使ってみようかなというところで、で、BGM もですね、一新してまた、前々回になるんですかね、動画じゃない、音楽を提供していただいたリキッドさん、こちらも東工大の学生さんなんですけれども、そちらから、ご提供いただいて、で、もっといい感じで作ってあげるよって言っていただいたので、それに変えていこうと思っています。で、とりあえずはですね、そのリキッドさんがこう、YouTube で公開しているものを私なりに、長いバージョンに、つなぎ直したものでしばらくやっていこうと思うんですけれども、リキッドさんの方で、ロングバージョンができ次第そちらに、BGM も変えていこうということで、23年、今年はですね、少し画面の、雰囲気を変えて、ご説明、していけたらなと思っています。で、新年第1回目ということで、ちょうどですね、いろいろ私も考えていたところなんですけれども、腰北に入るためにはどんな勉強が大事ですか、中2ですという短いコメントいただきましたので、まあそれについて私なりの、まあ、考えをですね、このマインドマップを使って、ご説明していければなと思って、今回、まあ試しにはなってしまうかもしれないですけれども、これで、進めていこうと思います。ぜひですね、コメント欄にこっちの方がいいとか前のがいいとか、両方ダメだとか、いろいろご意見あるかと思いますので、書いていただけたら参考にしながら、今年1年進めていこうと思います。ぜひよろしくお願いいたします。で、まず腰北に入るためっていうことなので、まず1点目、まずは中2ですっていうことですので、まだ受験学年になってない、これから受験学年になるよ、でも、もう実質1年しかないよというところなので、まあこういう疑問を持つっていうことはとってもいいことだと思いますので、ぜひその気持ちを忘れずにですね、まず進んでいっていただきたいんですけれども、まず1点目、なぜ越谷北高校なのかっていうところ、これをですね、しっかり調査をしてみてください。で、調査って言っても何かを、学校について調べるっていうのも一つなんですけれども、ご自分の気持ちの中で、なぜ越谷北高校なのかっていうのを、箇条書きでも結構ですのでまとめてみていただけると、情報が整理できると思います。で、例えばなんですけれども、県立で経済的に、高校に進みたいよっていうのも一つの理由かもしれないです。で、あとは志望大学があるから、志望大学に進むためには、越谷北高校に行きたいなと思っているっていうのもあるかもしれないです。で、あるいは、やりたい部活があって越谷北高校だったら、この部活ができるよっていうのも、理由の一つかもしれないです。あるいは通学距離かもしれないです。あるいは友達、仲のいい友達がいて一緒に行こうねって言ってるかもしれないです。で、こういうものをじゃあご自分なりに優先順位ってどうなのっていうところで優先順位を決めていただいて、で、これは捨てられない条件だよねとか、これはまあ多少なんていうんですか、願いが叶わなくてもいいよ、通学距離多少遠くなってもいいよとか、そんな形の順位があると思いますので、自分にとって大事なものを並べてみてください。で、この最後赤くしたんですけれども、夏休みまで、中学3年生にこれからなると思いますので、夏休みまでには他の選択肢を見ておいてください。越谷北高校一辺倒で行くのもまあある意味いいのかもしれないですけれども、他の選択肢、こういう高校もあるよね、こういう高校もあるよねっていうところを見ていただいて、でも、越谷北高校がやっぱり一番だっていうことで、越谷北高校に決めるのと、他も見ずにずっと越谷北高校で、突き進んで、進学するのとでは、
違ってくるのかなっていうところがありますので、で夏休み以降はですね、志望校に向かって突き進んでいくことになると思いますので、できれば夏休みまでに時間の少し取れる間にですね、少しずつ他の高校も見ておいていただけたらなと思います。で、特に春先5月のゴールデンウィークぐらいの時に文化祭があったりですとか、そういった行事ごとがあると思いますので、あとはあるいはお父さんお母さん向けかもしれないですけれども説明会なんかもありますので、そういったものに参加したりですとか、あとは部活の体験入部みたいな形で、やってらっしゃる現在やってらっしゃる部活によっては、高校に行ってですね体験させてくれるようなっていうなんていうこともあるかもしれませんので、まあ高校生の場合は夏の早退までは忙しいっていうこともあるかもしれないですけれども、その辺をですね候補に上がる高校を、と高校のですねホームページを見てですね、情報を集めてで、比べてみていただけたらなと思います。で次、合格のために必要なものっていうことで考えてほしいのが、内申点と入試の時の点数です。もうこの2つで、合否の判定がされますので、この2つ以外には逆に言うといらないよっていうことになります。で、内申点についてなんですけれども、まず一番、まあ、分かりやすいのが通知表の素点ですね、1から5までの5段階で9科目ですか。ですので、5区45で45点満点でオール1を取ったとしても5点ということになりますので、5点から45点の、その通信簿の点数っていうのがまずは内申点の、大きな柱になるよっていうところです。であとは、部活で、どれだけ活躍したのか、あるいは部長をやったとか副部長をやったとか、そういう、役職をやったっていうのも、学校によっては、点数に、加えてくれる学校もあります。あとは生徒会ですね、生徒会役員をやったよとか、そういったところも、追加点という形で加点される場合があります。これは学校によりますので、その候補に上がる学校について調べていくようにしてください。もちろん私もこの動画で配信していく予定です。で、あとは資格ですね。で資格についてなんですけれども、まあ、メインとなるのは英検、数検、漢検ということになると思いますけれども、英検は意外とチャンスが少ない、受験チャンスが少ないというところがありますので、ぜひ早めに準備をして、目標とする級ですね、3級を取りたいのか、準2級を取りたいのか、2級も取っていきたいのかっていうところで、スケジュールを立ててください。で数件関係も取るのどうするのっていうところ、まあ、これ全部取れればいいに越したことはないんでしょうけれども、受験勉強その検定の受験勉強をする時間があるのっていうところと、あとは部活なんかの大会と受験スケジュールが勝ち合わないかどうかっていうところもありますので、早めにここは予定を立てて、どの検定は何級まで取る、どっちの検定は、まあ、取らずに進んでいく等々ですね、計画を立ててください。で次、入試の点数についてなんですけれども、入試の点数、まずは教科のバランスを考えてください。例えば越谷北高校、まあ、仮に350点取れば合格できるよねっていうお話だったとして、まあ、仮にですよ。でそうすると、5教科で、5735ですから70点ずつ5教科取れば350点になるよねっていう考え方なのか、苦手科目、どうするのっていうところですね。まずは得意科目の得意分野をしっかり伸ばして、80点取れる科目、あるいは85点取れる科目っていうところを作っていくことによって、まあ、苦手科目のところで、失敗をしてしまってもカバーできるようにしていきたいよねっていう考え方と、不得意分野ですね、不得意科目を、なるべく減点されないようにしっかり70点なら70点を目標にして、取っていくっていうことを、やっていく、なんていうんですか、車輪が2つあって、2つでしっかりバランスを取ってやっていくっていうことが大事になってくると思います。
次に偏差値をどう使うかというお話をしようと思います。で、受験のスケジュールが、まあ、夏休みを超えて、押し迫ってくるとですね、どうしても偏差値に振り回されるっていうことにつながっていきやすいのが、まあ、受験生の精神状態だと思うんですけれども、じゃあまず、偏差値って何っていうところをしっかり押さえておいてください。で、偏差値って順位の指標だよっていうところを、把握しておいていただいて、で、まあ、仮に、100人しかいない学校でしたら、偏差値で表すよりも100人中50位だよとか45位だよっていうところで、表せればその方が分かりやすいのかもしれないですけれども、まあ、埼玉県内受験生が5万人から6万人いる中で、じゃあ自分の順位って何なのって言われた時に何万何千位って言われてもピンとこないよねっていうところで、まあ、偏差値っていう形で、まあ、50がまあ中央だとすると60だと、まあ、平均点よりも少し上が取れてるよねっていう形で、順位が分かるよっていうものが偏差値です。で、この順位を、しっかり把握しながらですね、受験勉強を進めていくことによって、で、入試でのご自分の得点がまあ大体は予想できるよね。で、まあ、偏差値70ある子が入試の得点で、どんなに失敗しても、まあ、仮に体調が本当に悪くて、トイレと往復しながらなんていう形で受験したら、それはとんでもない点数は取るでしょうけれども、まあ、そんなこともなくて通常通り試験が受けられれば、まあ、偏差値70の子だったらこのぐらいの点数を取るよねとか、あるいは偏差値50ぐらいの子だったら平均点ぐらいは取るよねっていう、あくまでも予想を立てながら受験勉強を進めていくための偏差値という、まあ、数字っていうふうに考えていただければいいと思います。ですので、この順位を目安に1年間戦っていくよっていうことです。で、まあ、これですね、3番目、偏差値に飲み込まれるなっていう形で書いたんですけれども、ちょっと画面をずらしましょうか。偏差値が高ければ、いい高校というわけではないよっていうところです。まあ、何をもっていい高校とするかどうかっていうのは難しいところはあると思いますけれども、ご自分がやりたいことを、ご自分が行きたいと思った高校生の、なんていうんですか、未来像と比べて、その夢が叶う高校がいい高校ということで考えれば、偏差値が高ければその夢が叶うというわけでは必ずしもないよっていうところを把握してください。ですので、一番最初に、なぜ越谷北高校なのかっていうところをしっかり把握してねっていうところで、ご自分の、なんていうんですか、高校生活に抱いている夢が叶う高校だから越谷北高校に行きたいんだっていうことであれば、まあ、仮に近所にある高校だと男子校の春日部高校ありますけれども、春日部高校が男子校で、まあ、春日部高校の方が偏差値少し高めですけれども、じゃあ春日部高校に行ければよりいい夢が叶うのかっていうと、校風としては全然違いますよね。片や男子校、片や共学校ですので、そうすると、偏差値が高いから春日部高校に行ったんだけれども夢は叶わなかったよねっていうことにつながりかねませんので、まずはご自分の、高校に求めるものをしっかり決めていただいて、で、ここの2番目、自分の希望が叶う高校が複数あるよっていうことであれば、じゃあその最終的に偏差値で選ぶのはそれはありかもしれないねっていうことになっていくと思います。ですので、これをですね、なんか出てきちゃいましたね、これをですね、しっかり間違えずに、あまり偏差値にこだわっていくと、まあ、先日も、コメント欄にあったんですけれども、浦和と、総大本庄と慶応式と、全部合格したんですっていうお父さんなのかお母さんなのか、うちの子っていう書き方だったので、お父さんなのかお母さんが書き込んでくれたんだと思うんですけれども、まあ、優秀なお子さんで素晴らしいですねとは思いますけれども、そのお子さんがやったことを
まあ、アドバイスとして書いていただけたのは、まあ、喜ぶべきことなのかもしれないですけれども、他のお子さんに対して、必ずしもそれがいいこととは限らないですよね。ですので、まあ、コメントとしては、まあ、せっかくいただいたアドバイスらしきものをいただいたんですけれども、コメントとしては削除してしまいました。ですので、各生徒さん、求めるもの、高校に求めるもの、あるいは自分の描いている将来像というものは違いますので、その子その子に合った将来像、あるいはその子の希望が叶う高校という意味で、違うものを求めて戦っていく。ただその、高校に入るために、自分が順位的にどのぐらいの位置にいるのか、全く見えない状況で1年間勉強を進めていくのは効率が悪いよね。だから、順位の指標として偏差値が分かれば、その高校に入れそうなのか、もうちょっと頑張らなきゃいけないのか、じゃあどこに苦手があるのか、そういったものを、見やすくするための指標という形で偏差値を使っていただければな、そんなふうに思っています。で最後、スケジュール管理、こちらがですね、意外とスケジュールどんどん時間が経っていってしまう部分がありますので、しっかりスケジュール管理をしてください。まず一つ目、北進テストの日程に追いかけられる1年間を過ごすことになると思います。で特にですね、6月以降ですね、まず6月で、練習をしてください。受験するかしないかは、各自ご家庭の、考え方になると思いますし、部活との兼ね合いもあると思いますので、受けるお子さん受けないお子さん出てくると思いますけれども、6月号は、高校の、まあ、私立高校ですね、私立高校の確約基準で使えないと思いますので、ここでぜひ練習ができればなと思っています。で、7月から本番という形になっていきます。で7月以降が、確約基準取れてるのか取れていないのかというところで使える私立高校が多いと思います。で8月は、北進テストお休みです。で9月で2回目、7月受けると9月で2回目という形になると思います。で、滑り止めの私立高校の確約基準、2回分持ってきてねって言われる、高校が多いと思いますので、そうすると9月で2回分揃うことになりますので、うまいこといけばですね、ここで、滑り止めの私立の確約をもらうことができると思います。で、10月以降の、北進テストは偏差値がだんだん出にくい、試験になっていくと思いますので、できれば7月と9月で、うまいことですね、目標とする偏差値を取ってしまって、滑り止めの私立を決めてしまって、であとは県立に向かって頑張っていくっていう方がスケジュール的には楽になりますけれども、なかなかそうはいかないところで10月11月っていう形に、北進テストを受けなければならないっていうことになっていくかもしれませんので、そこのスケジュール管理をしっかりしてください。で滑り止めの私立、まずは高校選びをしてください。近いからとかっていう形で選んでしまってもいいかもしれないですけれども、県立高校に落ちてしまった時はその、私立高校に進学することになりますので、進学するっていう目線でしっかり見てですね、高校選びをしてください。でこの一番最初のなぜ、越谷北高校なのかっていうところでお話ししましたけれども、同じような基準でですね、まず私立高校をしっかり選んでください。で、2、3校は、まずは候補に挙げてください。で行きたい順、この高校だったらまあいいかなとか、この高校は、まあ、あんまり行きたくないなとか、そんな形で行きたい順に、並べてみてください。で、必ずしも行きたい順が偏差値順かどうかっていうのは、また別の話になってしまいますので、偏差値順にも並べてみてください。で、どこの滑り止めが取れた、どこは滑り止めが取れなかったっていうお話が今後す、出てくると思いますので、その高校でいいのか、要は、確約が取れた高校でいいのか良くないのかっていうところを決めつつですね、県立を受験していくっていうことに、なっていくと思います。でその確約を取るためにここですね、北進テストとの戦いということになりますので、先ほどのスケジュール、北進テストのスケジュールをしっかり、
予定に組み込んでですね、1年間の学習をしていくっていうことになります。今日の動画はだいぶ長くなりましたけれども、こんな形で、ご質問に答えていきました。ぜひですね、今日は新しい試みでマインドマップですか、使ってみましたので、それに対するご感想なども少しずついただけたらなと思っています。でこんな形で、ここからはですね、軸足を、来年度の、入試に向けてですね、現在の中学2年生に向けてのお話を、増やしていこうと思っています。でもちろん、これからも直前に迫っている現在中学3年生の、お話も、間々に挟みながら進めていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、今年1年間を、お付き合いいただければなと思っています。よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で、お会いしましょう。さようなら。